ビューティーセラピーマジックプレゼンツ、おもてなしプランナーのロイヤルさん、はい、はい、小田恵里さんのコーナーです。ロイヤルです。ロイヤルさん、はい、晴れ女晴れ女、ね、昨日もありがとうございました。いいずっと毎回お話しさせていただいてたね、打ち水イベントが大成功しました。うん、大成功で、そうですね、はい、昨日も高橋代表が、今日はバツパパにお礼に、いい、我々もね、いい体験させていただきました、ね、昨日の中継もしていただきましてね、本当にありがとうございました。もうまさかのね、降水率 100% からの、うん、そう、うん、雨降らず、うん、もう盛大にね、させていただきました。でもね、うん、あのオンエアのちょうど12時ですからね、このオンエアが終了するのが、うん、でそれからイベントが始まる頃、そうですね、スタジオのね、この窓から上見上げたら薄日が差し始めてたので、本当ですよね。あの多分ラジオをお聞きになってる方は何の話だろうと思われてるかもしれませんが、はい、あの社団法人日本ヒートアイランド対策協議会というところのね、あの打ち水イベントを、あの二条城でも開催させていただいて、でまたあの今回は台東区と共同開催ということで、安倍昭恵夫人にお越しいただいて、あの開催させていただきまして、ご協力いただいた皆様ありがとうございます。ということで、ね、あの、はい、昨日あのその会にもね、いろいろ協力してくれた、いつもの噂の東横院会長夫人のリカちゃんからのご紹介で、またまた、ね、また綺麗な方が今日も素敵なゲストにお越しいただきました、水上澄江さん。こんにちは。はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。みーちゃんって呼んで、みーちゃん、はい、実はそのリカちゃんハウスという、まあ、はい、豪邸でですね、私たちはコーラスをロイヤル活動の一環として、はい、コーラスをやってます、はい、そのコーラスですね、リカちゃんハウスでマスパパもありがたく拝聴させていただきました。そうですよね、コーラスをね、はい、いらしていただいて、みーちゃん今日ありがとうございます。いつもみちゃみちゃとお話ししてるからね、そのままで、ねね、いつもだいたいね、歌歌ってお酒飲んで終わりっていう感じなので、今日はゆっくりお話を聞かせていただこうかなと思うんですけど、みーちゃんは何者なんでしょうか。謎なんですよね、もう最初の出会いから謎でね、なんか、うん、まあ、ちょっととある面白いことがあってね、うん、ずっとこの人一体何者なんだろうと思いながらね、うん、なんか第一印象で変わった人っていう感じだ、変わった人、うん、あんまり自分のことって話さないから、うん、そうだね、うん、それでお付き合いあるけど、今も変わった人っていうか、変わんないかもね、でもね、コーラスで、ね、あのエリさんとか、ね、一緒に並んで、うん、まずね、お歌をこう、ね、歌ってて、ね、でその後に、バイオリンを今度持って登場されて、そうなんですね、ご職業はバイオリニスト、うん、そうです、はい、音楽を、うん、何歳から始められたんですか。バイオリン自体は5歳なんですけど、音楽の教育を受けたのが2歳半ぐらいで、2歳半の音楽の教育ってどういうの。でもね、すぐ辞めたんですよ。え、何何、なんか子供扱いされるのがすごく嫌で、あ、まあ、2歳半だから赤ちゃんなんですけど、2歳半からセクシーだったの、やっぱだからね、親の家にあんまり今と変わらないみたいで、どんなにセクシーですか、こんな2歳半の女の子だったら超可愛いですね。いやいや、こう可愛い、2歳半でなんか、もう私あそこには行きたくない、あんな子供たちと一緒にやってられるかと、うん、すごいねそんな子供で親もびっくりみたいな、うん、でも親御さんがそうやってこう進めたっていうのは、やっぱその時から何かこう引いてる才能みたいなものがあったのか。いや、なんかとにかく変わってて、うんうん、あの誰かとこう交わって遊ぶとかってことも苦手だったし、うん、だから何か一つのことを一人でコツコツやるにはこの子は向いてるんじゃないかなって感じで、うんうん、あ、はい、あと母が音楽が大好きで、うん、でも戦中生まれの人だったんで、うんうん、なかなかね、自分でやるっていう機会が、うん、に恵まれなくって、うんうんうん、こう洗脳、うん、英才教育じゃなくて洗脳教育、洗脳教育、うん、この子は英才教育ではなくて洗脳教育みたいな、小さい時からやっぱりこう、うん、クラシックとか音楽を聴かされて育った、ずっとホゲット生まれた時から、うん、ホゲット生まれた、ホゲット生まれた、ホゲット生まれた、コーナーにこう連れてかれて、うんうん、そう、大人になったから料金払って連れてってもらってて、うんうん、でそれだからもうまさに洗脳教育。あ、でもそういうのあるかもしれない、うん、うちの娘も2歳半で、ね、ストラディバリウスがなんか初めて日本でこう来た時に連れてっちゃって、もうど真ん中で子供泣きそうだし、もうあれぐらいアンコールやめてくれって思ったことお願いですからアンコールやめてくださいって言ったね。でもね、一流のものに触れるということをね、でもやっぱり今も音楽すごい好きですけどね。そうですね、だって今今日ね、あのバイオリンお持ちになられてるんだけど、いくらすると思います、うん、大変ですよ、そのまま控室に置いてあるからもう持って帰ったら、本当ですか、これちょっと
取りに行くからです一緒にいるあのアシスタントが一番行きそうですね。はい、ね、どれぐらい、ざっくり言うと、ざっくり言うと、まあでもね、私はそんな大したことなくって、うんうん、大したことなくてですよ。そう、あの、うん、まあ大体会社が2台とかなんか大したことなくて、大社ですよね。どうする、どうする、もうその、うん、すごいね、うん、千万ですか、うん、千万ですよ。すごい、じゃないとできないって話ですよ。オーケストラとか、うん、何気に見てらっしゃるけど、うん、あれだ、あの、あれだけ楽器持ってるとね、うんうん、もうものすごいですよね。いやすごいすごい、それをこうね、でもじゃあもう6歳からバイオリン始めて、そうですね、楽器を持ったのが5歳の終わりからで、うん、でもね、やめたい時期もあって、あったんだ。でもやっぱり最初から才能はこうずば抜けてやっぱりあったんですか。うん、普通、うん、やっぱこう、うん、やり続けることがね、うん、大事。そうですか。いやでもね、うん、あの伺ったところによると、うん、その慶応大学でね、うん、音楽の研究をされて、うん、で、うん、それも修了されていると、優秀な。そうなんです。いやいや、なんかどうすんの、こう、うん、天は二物を与えないけども、今日来てよかった、うん、でね、そう、あの音楽家なんですけど工学歴なんですって言って、ね、それでビジュアルもすごいスタイルいいしね、うんうん、今日来てよかったです。ありがとうございます。聞いていいですか、その音楽の、その大学院で音楽の研究っていうのが、うん、すごく僕らハテナハテナなんですけど、もともと音楽家になろうと思って、うん、本当に小さい時からそういうコンクール受けたりとかいろいろして、田舎にいると、うん、あ、どちら、静岡、あ、静岡ね、うん、まあそんなにうまい人ってやっぱり首都圏の方に多いんで、うん、で大学で都心に来た時に、まあ周りを見たらすごいうまいわけですよね、うん、びっくりしますよね。そうだけど音大に行ってるとびっくりするぐらい就職率が悪くって、確かに、はい、学部のワースト1なんですね、就職率のことを考えると。でみんなどうやって本当に生きていくんだろうっていうことを、うん、その子当時思って、でまあ自分はラッキーなことにその演奏家として活動もしてたんですけども、うん、それからこうしばらくやっぱり周りを見ると、なかなかこうクラシックの演奏家で食べていくのってすごく大変で、はい、でこういろいろ気をつけて見てみると、うん、クラシックの演奏のファンって、うん、クラシックの演奏家の中にはいないわけですよね、自分のファンって。そうだけども、うん、やっぱりもう音高行って音大行って、うん、音楽の世界にずっといると、うん、やっぱりコミュニティってそこに特化されてしまう。そうですね、音楽家の中のコミュニティですね。確かに確かに、そうですよね、うん、でそれをもうちょっと広く捉えるためには、うん、もう一回ちょっと勉強したいなと思って、うん、やっぱ普通大学に行った方がいいなと思って、それで慶応の大学院の方に行きまして。勉強も大変だし、そこでもこう専門的に音楽の勉強、音楽です、どういう分野になってくる、コミュニティデザインっていうか、いろいろ調査をして、民族史調査っていうんですけど、そういうものを元にして、うん、システムの開発をしたりとか、はい、大学院は面白いですよね、メディアデザイン研究会っていうところで、だから専門性が医療の方もいれば、それこそデザイナーの方もいれば、はい、建築とかもバラバラなんですね。そうなんだ、はい、その専門性がある方々が集まって、じゃあもうそこで一気に音楽が集まっていろんな世界が広がっていって、でも音楽やる方ってやっぱりこう音楽だけじゃなくて、やっぱりいろんな方とのご縁だったりとか、いろんな人と知り合うことで、こう自分の幅が広いほどほど人かほどね、やっぱり深い演奏ができますよね、きっとね。そうですね、はい、あとなんかこう年齢を重ねていった、うん、年齢不詳だけどね、年齢不詳ですけど、余計だけどこうね、うん、たくさんのファンがついてこういい演奏ができる環境っていうのを、うん、やっぱり作っていきたいなと思って、それで自分で作っちゃったんですよね。じゃあ、そうなんですよ、すごいですね。このお店の PR もぜひ西麻布に、はい、その研究と一つはこれがその研究のこう、うん、実証じゃないけど、そうですね、研究の中ではその演奏、うん、アーティストと場所、はい、ロケーションと、はい、オーディエンスをつなげるっていうシステムの開発をしていて、でやっぱりその発表の場というのを一つ持ちたいなと思っていたので、まあ、ご縁があってちょっとバーを経営することになって、どちらに、西麻布に、はいはい、3丁目になりますね、はい、それでまあ、これはすでにいっぱいになっちゃったらしいですが、ほぼあと2、3、もう2人か3人ぐらいしか減らないか、はい、でもこういったなんかイベントを、ね、なさって、ご自身でも演奏するし、はい、演奏家の方がそこを使って演奏ができるっていうような、はいはい、
でもなんかこれからの時代っていうのはなんか八百屋さんが野菜だけ売ってるっていう時代じゃないから、ね、やっぱりそういう音楽家もお店をとかね、うんうん、私が着てるこの洋服のサオリンのとこもそうだけど、ね、はい、洋服屋さんでお酒が飲めるとかね、そうなんですよね、やっぱ何かこう2つのことが一緒になるとかっていうのが広がりを持つ、うん、この番組もね、あのビジネス情報番組なんですけど、うんうんうん、あのちょっとやっぱり FM 番組がこういうあのやる番組なので何かというと、うん、ビジュアル型ビジネス情報番組なんですよね。あ、そうですね。その分野の中にラジオとも違うね。で、ビジネスのその括りも、うん、そのビジュアル型ビジネスとかとね、うん、いうふうに言ったり、あとエンターテインメント型ビジネス、うんうん、やっぱりなんかそういうふうにこう考えていくと、うん、やっぱりあの、ね、演奏の仕事であったりとかしても、うん、やっぱりお客様が来て、うん、一つのこうビジネスね、はい、やっぱりお金を払って聴いていただいて、でそれによってまた演奏活動が続けられてってなってくるから、あの先ほどね、やっぱりそういうふうにそのコミュニティとか、はい、やっぱそういったものを研究されてるっていうのは多分そうですよね。だからこれから先楽しみですね。もう自分でどこに向かってんのかなって野望は野望は野望はね、ロイヤルさん野望ですか、野望は何ですか。でもやっぱり人のご縁でこのバージュビリーを始めることになって、なんかこう自分が学んだこととか、その自分で発信できることをやっぱり誰かのためにこう役立てたいなっていうのはありますよね。はい、そういう意味ではすごいね、いいお仕事だと思うんですよね。私の料理教室もそうだし、宣伝協会もそうだけど、すぐ目の前の方が喜んでくれる職業って、ね、ラジオも聞いた方が、あ、なんかそれで幸せな気分になったりね、キリンさんが面白いこと言って大爆笑してる、それで元気になったりね。本当ですね。だからそういう職業ってすごい幸せな職業だなって思うの。まさに音楽っていうのはその生きるエネルギーをね、こう人に与えるし、夢を与えるし、まあ、時には昔の過去の恋愛を思い出して泣く人もいたりとかね、ね、そういう職業ってすごい素敵ですよね。ね、だからまあ親の影響で、うん、あの洗脳教育をされて今に至りますけど、でもあ、やっぱ良かったなって本当に思いますよね。あとやっぱこう音楽をエリさんもね、あの演奏したりされるけど、やっぱりみんななんかあったかい、共通言語を持ってる、そうですね、音楽の良さっていうのが、つながりますよね。ロイヤルのおことの先生もできるんですよ。そうですね。ぜひね。そう、何でもできる。もうロイヤルは、うん、あのエアーおこととか、見た感じはものすごいですよ。もう行きますよ。エアーおこと。エアーおこと、めっちゃ、でも本当に師範、教える資格あるんですけどね。うん、ちゃんとね、でもちゃんと今日はもう本当刺激を受けて、ね、ちゃんと練習時間もすごい、やっぱり。前は、うん、あの、してました。してないの今。で、今はもう、いつでも楽器を持ってて、あの本当に30分とか時間があったら、あとその辺のカラオケボックスとか入って、バーって練習して、そうなんですか、はい、もうやっぱもう時間が本当に、学校のこともあって、ちょっと会社も経営して、バーもやって、そうですよね、お店もあるからね、お店もやって、そうだよね、それとこういう、こう企画とかもなさるわけですもんね、なんかすごい音楽実業家みたいな、いやもう本当に、あの、暇だけがないみたいな、いいね、暇だけがないっていうんですけどね、みんなね、通販足りないところがいっぱいあるもんね、間違えた、暇のお金がないかな。いや、お金はいざとなったらほら、あれの車みたいな感じかね、あれもねでもこれが一番大事なね、やっぱ商売道具って言っちゃなんかすごい、なんか品がなくなるんだけど、入れるのもすごい大変、そうなんですね、楽器って、あのやっぱりその今回バーを始めた時に、そのご縁でね、こういう物件を見つけたっていうのを出会いと同じで、楽器ってどんな自分がお金を持ってても、その欲しい楽器がやっぱ出回んないと、巡り合いみたいな、巡り合いで、はい、でなんか聞くところによると投資物件、投資物件としても最適です。なるほど、バイオリンはすいません、見え方が変わってきました楽器の見え方が変わってきました。絵とかは変わっちゃうんですね、やっぱその都度、ね、評価が、オークションでもね、バイオリンは変わらないらしいですよ。新しい道です。ラジオの聞きの方は目が見えたのと思うんですけど、目の色が変わりました。ビジネス番組だよね、ビジネス情報もう最高のビジネス情報じゃないですか、そうです、はい、なるほど、投資価値ありということですね。急にバイオリンの株が上がるかもしれませんよ。もうぐんぐんと、そうですか、じゃあお店にかける意気込みは、お店はね、今その私もライブやるんですけど、
あの他のアーティストの方々にもいろいろライブも企画していただきたいですし、あとピアノがあって、あのステンドグラスのあるちょっと雰囲気のいいように作ってるので、まだ言ってました。本当行かなきゃ行かなきゃ。はい、行きますよ。なので、じゃあちょっとご紹介させていただいてもいいですか。ね、これ西麻布ですね。バー、これはジュビリー、はい、ね、もう一度言いますね。西麻布のバージュビリーですね。でこれはあのクリスタルの、ね、番組のね Facebook ページ、あとこちらの方でも、画像でご紹介差し上げますので、リンク先もねホームページとかありましたらあのリンクさせますので、ね、よろしくお願いします。ホームページとか Facebook のページもあるんですね。はい、はい、はい、今日は素敵なみーちゃんにねお越しいただいて、もっと話聞きたいぐらい面白かったです。ありがとうございます。私も楽しみならばバイオリンをスタジオの中に持ち込んでいただいても思ったりもしたんですけど今度演奏してもらっちゃうんで次回あのまた来てくれます。そう、演奏してる姿がまたねやっぱビジュアルもかっこいいんだよね、はい、それをね、ぜひその姿もねまた見ていただきたいなと思います。見て聞いて楽しんでいただければと思います、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございます今日はバイオリニストの水上すみれさんにお越しいただきました。ロイヤルエリさん、エリさんのコーナーでした。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。